日本東京都大田区、雪ヶ谷雪ヶ谷,谷、雪ヶ谷は東京都大田区北部の地名。大ね旧荏原郡池上町大和座雪が谷の区域を指し、現在の大田区南雪ヶ谷、東雪ヶ谷と合わせた地域を指すと考えて良い。ただし、この二つの定義にはその半との間に若干の差がある。また、雪ヶ谷を塚町は、 旧、宇の木村の飛び地である地大塚に起源を持ち、調布大塚町を経て、現町名になったので、ここで言う、雪が谷の外としておく。なお、ここではもっぱら雪が谷の歴史を扱うので、現状に関しては、南雪が谷、東、雪が谷を参照のこと。雪が谷の漢字表記は、昔から、雪が谷であった。 1960年の住居表示実施の際に、雪が谷地域が、南雪ヶ谷と、東雪ヶ谷の二つの町に分けられ、それ以来、雪ヶ谷という表記が広まった。しかし、今でも、三井住友銀行雪が谷支店などが健在であり、さらには、池上線の駅には、雪が谷大塚駅という名称が使われている。 このページで主に扱う歴史的事実はすべて、雪が、谷と表記されているので、ここでは原則として、雪が、谷と書く。雪が、谷八幡神社大田区東雪ヶ谷二丁目にある神社で、一致は、東急池上線石川大駅に近い。祭人は、ホンダ別名。有意書としては、A6 年間、1558から69。 北条氏康の神、大田新六郎により創建されたとの伝承がある。旧雪が谷村の鎮守の神様で、旧社格は尊社。神社の敷地は千二十坪で、社殿は道武基権原作り。霊祭は九月十五日で、雪が谷一帯でお祭り行事がある。雪が谷の外ではあるがその周辺にある施設で、雪が谷、雪が谷あるいは、 雪ヶ谷の名称を冠したものも少なくない。ありがとうございます。